マジ最高じゃん。乾杯。頼んでいいですか。月見つくねと、うん、おさかみめ、あさまき、すげえ金髪やん。上伺ってんね、めっちゃ近く、完全にこれはもうダダ流しで。じゃあ一緒に乾杯ってこと。スナック娘も、うん、もう私コミュニケーション障害ですけれども、うん、顔の見えてない人と喋るのは得意なので、うん、まあでもできれば遊びに来てくれた方はバンバンコメントしてくれるとね、コミュニケーションを取るためにやったことなんで。今日の服装かわいいよね。ちょっと一回そっち行って立ってみてよ。ワンピース、はい、もうちょっと後ろ行って。はいはいはい。横は、うん、後ろ後ろ。おいしい。でもさ、本当はさ、コーチ見なくちゃいけないけど、ちょっと先にどうしても我慢できなくて愛媛来ちゃった理由を教えたら、まあ、台風から逃げたっていうのもあるよね。またあれだったの、昨日泊まったところが若干風に水してたけど、うん、まあ、近々道後温泉も行ってタトゥー OK らしいから道後温泉入って、でそこでシャチアクするな。なんで里芋取った。はい、食べて。ちっちゃいのでいいよ。匂いがめっちゃいい。本当だ。うまそう。うまっ。これうまっ、うん、うん、うん、うまいよね。めっちゃいいスイッチ、カリカリや。お、うまっ、うますぎて耳が痒いよ。いや、かんねえ。あ、今治風、これが今治風鶏の皮焼きらしい。鶏の皮なのこれ。うん、あ、そうなの。うん、おいしい、おいしい。ネギマ、うん、やっぱりさ、地元のやつに聞くのが一番な。なんか俺ら話しかけられやすいオーラ出てんのかな。すぐ話しかけられたよな。あ、でもキャッチはあんま話しかけてこなかったわね、逆にね。じゃ口の中に混ぜられた。うん、うまっ。ここ美味しい。すいません、生ビール2つ、生2つ。今年の冬は冬というか、まあ涼しくなってからは煮物料理を身につけようと思います。お、正月、冬が好きだから、正月、冬が好きだから、正月、冬が好きだから、正月の雑煮以来やな。そうやね、俺煮物大好きやな。ゆりちゃんにレシピを聞いて。ゆりちゃん誰だか説明したら。私のおばさん、うん、古い
ゆりちゃんの料理大好きやもんね、ルイさん。うんうん、めっちゃうまい、ゆりちゃんの。でもさ、煮物とかってさ、多分もう感覚なんよね。ゆりちゃん測ってるよ、ドボン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 だもん。頑張ります。どうか。次行くぞ。次。行こう。どうでした？美味しかった。めっちゃ。どうでした？美味しかった。パレット。パレット？もううちの小娘がガールズバーこのお兄さんが焼き鳥美味しいとか紹介してくれたから。いやでもめっちゃ美味しかったよね本当に。行くってね。眉毛細いけど大丈夫。動画のっけて。あ、全然大丈夫ですよ。そんな細くない。そんな近い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 。こんなブスなんですけどね。めっちゃ乗せていただいてありがとうございます。だってこの子娘なんて呼んでたかわかる？なんか多分。これでも僕あだ名あります。松山で呼ばれてるから鬼って呼ばれてる。あー違う違う、もっとひどいもっとひどい。爪楊枝。出たぞ。そんな細くないっす。じゃあ眉毛がガールズは、うん、偶然知り合った、ね、うちのどうこれスカウトできそうお店で。いや、知ってやだよ。出す。 YouTube 載っけるよ。絶対やめて。すぐマリオみたいなのおるよ。なんかないの？で飲んでないから松山で飲んでるでしょって。しょっぱらっとるやん。ゲドーマルに行けないから松山で飲んどんやん。起き上がってるやん。元気。随分ご機嫌なんじゃねえの。え？いいよ、お前。おい、一個こっちや。ねえ、おいしみ。バンライフ教。ライオンキング。タンカー船が通ってるよ。最高の景色で寝てますね。
バンライフ今日。来ました、まさかの愛媛松山に、俺らの大好きな名古屋にしかないと思ってた花火が、なんつうとこにあるんだっけ、大海道、そこにまさかの花火があるということで、小娘がもう絶対食いたいと。行きましょう。あった、あった、白いな、オリオン通りより広いぞ。うん、どうした、調子こんで大盛りなんて食っちゃったから俺もう腹爆発しそう。ちょっと黒ウロン茶でも買って帰ろう。今回の動画いかがでしたでしょうか。明日9時から久しぶりに砂で何やってんの。今週金曜日、明日9時からスナック小娘久しぶりに開店します。しばらくの期間はメンバーシップの方限定で配信していましたが、今回は7万人もいたということもあって久しぶりに全体公開でやりますので、ぜひ皆さんお集まりください。それではまた次回の動画で、バイバーイ。